日本の文化の中で土物で炊くんです。土物は穴がいっぱいあるんです。沸騰してやった時にブク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 になったら、その中に空気がありますね。空気がお米について旨味成分が出るんですね。それが大事なところだと思ってます。